本日は名古屋城へようまいった。これよりは名古屋をもてなし武将隊閻魔の国じゃ。こたびの出陣は前田利家様、わし加藤清正、前田啓二殿、友は知らぬ陣合隊岩太郎東介、我らの演武は15分、演武の後には写真撮影もござりますゆえ、最後まで存分にお楽しみくだされ。演武の開始に際しまして、時の声を上げてまいりまする。その後、前田利家様がいざ出陣とおっしゃいましたら、右手の拳を大きく掲げ、おーと一声お願いいたしまする。さあ清正よ、お主の号令で始めてまいるぜ。お主が皆に声がけをいたせ。承知つかまつりました。皆の者、拳を掲げよ。参るぞ、いざ出陣。初めて参るわけですが、その前に今一度案内の方をしてまいります。まず一つ目、小さなお子様周りにいらっしゃいましたら、優先的にですな、前の方へとお譲りいただきますようお願いいたします。そしてただいま立ってご覧のお客様は、前から順にお座りいただきますようよろしくお願いいたします。その際にです、さああちらの青い箱に入っておりまする無料貸し出しの敷物を使ってくださりませ、よろしいかの。さあぜひとも前に来て座ってゆったり見たいよという方はですな、こちらの敷物無料ですので存分にご活用くださりませ。では、お、どうした、準備が整ってまいったので、お、皆様と共に勝ち時というのを一緒にやっていこうと。A の勝ち時やってまいろ、勝ち時じゃー。勝ち時ってなんじゃ。あ、そうじゃの、勝ち時分からんものおるかの。勝ち時知っとるものはどれだけおるか。これ分からんもの動画多いですぞ。やったろ。そうじゃ、じゃあ力教えてまいろうかの。力、右手の拳をおーっ上げてくださりませ。はい、皆様、皆様よろしいかの。でございます。はい、右の拳を上げる、右の拳上げてくださりませ、よろしいかの。次どうするんじゃ。そして下げる、下げる、上げる、下げる、下げる、上げる、下げる、下げる、下げる、上げる。これじゃの、わかったの、わかったの。大丈夫でござるか。下げる、下げる、上げるだけでいいか。そうじゃ。それをわしがえい、えい、おー、お、えい、えい、おー、えい、えい、おーとやりますから、皆様一緒にやってくださいませの。皆様、よろしいかの。えいえい、おーの声とともに下げる、下げる、上げる。そうじゃ。参りまするぞ。よろしいかの、右手の準備お願いいたしまする。よろしいかの、では参りまするぞ。皆様の勝ち時じゃ。それえいえい、あーえいえい、あーえいえい、あー、ありがとうございます。ありがとうございます。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし者の集団。本日は現世という戦国の世を生きる皆様方に、たくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。
た。それが信長様の夢にござりました。あれから400年、また夢叶えるべく我らは蘇ってまいりました。秀吉が信長様の夢を引き継ぎ、この国を整えたのじゃ。さようにございまする。現在演武、徳川家康公が作るし言葉じゃ。武器を捨てて太平ルートする、その精神は今もなお続いておる。大変になるぞ。皆様も苦しい戦をよう戦っておると聞いておりまする。ゆえに我らの話を聞け。戦国勢の我らがどう戦い、どう生きたか。今日は何の話じゃ。はっ、歌舞伎御免状にございます。さよか、皆の者、しかとその目に焼き付けよ。歌舞伎御免状、関白豊臣秀吉様は前田刑事様の働きを認め、歌舞伎御免状を送る。だが刑事様は秀吉様の目の前で御免状を破き捨てるのであった。利家様、利家様。お、つかのまっぱ、前田利家様見ておらんか。黒くて凛々しい女なんじゃけど、知っとるか。え、どうかわかるか、わからんか。そうか、すまんな。利家様、だろ、勝手に帰るな。お、利家様。お、来ました。何やっとるんじゃ。利家様を探しとったんですが、見当たらなかったので、秀吉様に干し柿を作ろうと思っておりました。それでは、ごめん。待て。何ですか、拙者に何か用ですか。わしに何か用があったんじゃないのか。用。ああ、ああ、何ですか。刑事殿が来ている。歌舞伎御免状を賜ったそうで。歌舞伎御免状、なんじゃその決体なもんは。文字通り自由にかぶいてよし、そういった書状ではないかと。自由にかぶいてよし。いかー、いかん、いかん、いかんぞ。ただ、あやつのやりたくないか。でも、いや、行きおるというのに。さあ、でございますな。すぐに秀吉様に取り消してもらいましょう。お願い。おじき、清正、何を慌てておるんじゃ。お前の話じゃ。わしの話。刑事殿が歌舞伎御免状を賜ったと聞いてな。ああ、その話か。そんなの絶対に許さんぞ。おじきは肝っ玉が小さいの。やっと、俺までどれだけおるし、日本はないか。はて、心当たりがないな。お前に水風呂に入れられたことは一生忘れ。ああ、あれか、水風呂ですか。寒い日じゃったな。あんまりおじきが凍えて帰ってくるから風呂を沸かしたと嘘をついておじきをからかったのだ。ひどいこと。何も言ってない。心配はいらん。歌舞伎御免状、あんなもの秀吉さんの前で破り捨ててやったわ。何、本当か。ああ、嘘偽りない。利家様、どうしたんじゃ。熱でもあるのか。なんでじゃ。そんなものもらったら喜んでいろんなものからかいまくると思って。やめじゃやめ、歌舞伎はやめ。わしは武将として真面目に生きる。ひょっ、触ってみ。はっ、汗すごいぞ。長い。おお、異常なしです。おっしゃ。何をするじゃ。そう、あまりに刑事らしからの発言をするもんでな。何か悪いものでも食べたのか。例えば鯛の天ぷらとか。あったあった、キスの天ぷら。真面目に生きて何が悪い。悪くない。願ったりかなったり、わしは決めたんじゃ。これから武将として真っ当に生きる。民の幸せを願って。おお、手話で加藤という意味です。ちなみにこちらが熊本という意味ですな。お前物知りだな。あ、ためになりまするな。おじき、これまでの無礼失礼つかまつった。これからおじきを敬い生きていこうと思う。
良い心掛けじゃ。嬉しく思うぞ。おじき、酒を酌み交わしたい。日の本の未来について熱く語り合おうじゃないか。良いな。その前に風呂にも入ってきたらどうだ。熱い風呂を入れてきた。なんじゃ刑事、気が利かないか。どうじゃろう。怖いってことか。また後だろ。ゆっくり使ってくれ。刑事殿、俺はいかなる心変わりでござるか。心変わり、そんなもんすらんわ。いや、しかしおじきも、バカじゃん、もうまたいかかりおったわ。どうではないか。どうしてさまー。歌舞伎御免状を破り捨てた理由を教えてやる。歌舞伎ってのは誰かに許されてするもんじゃない。わしは、わしが歌舞伎たいから歌舞伎。たった一度の人生、楽しく激しく生きようではないか。それがわしの生きる道、前田圭司の生きる道だ。はぁ、この度は名古屋市へようまいった。我ら名古屋おもてなし部署隊は現世におめえり新庄皆と寄り添うて生きていきたいと考えておる。それこそが剣な演武の心、共に手を取り生きてまいる。太平の世が永久に続かんことをここに祈る。皆の者、負けるでないぞ。勝利の前祝いじゃ。勝ち時をあげよう。はあ、名古屋とここに集まりし南田の明るい未来に向かって勝ち取っちゃ。それえいえいあえいえいあえいえいあ。我らはここに蘇る。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし部招待参る。
改めて我らが名古屋おもてなし武将隊じゃ。この度は参陣誠に大義である。そして初めて名古屋城に参ったの手を挙げよう。おお、自信持ってあげるな。そういった皆々はもちろんわしらを見るのは初めてであると思うがゆえに、はい、これよりは我らが情報が乗った瓦版を配ってまいるで、足軽の陣笠隊や瓦版を皆に配ってまいってくれ。はっ、かしこまりました。この後にな、後ろに笠をかぶった足軽の者たちが行くで、ぜひぜひもらってくれ。そして簡単に我らの自己紹介をばしたいと思うぜ。清正頼むぞ。お、我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前に清正やめよ。拡声器が潰れておる。さようじゃ。じゃあおじきが説明しますよ。そうじゃな、わしか。ごめんなさい、わしがします。我ら名古屋おもてなし武将隊、ここ名古屋城の拠点に名古屋を世界一の観光都市にするためと、小さな姫君を万博するために呼び出した。やめよ。5歳、あと11年後だな。結婚できる。生々しいでやめておけ。下がれ。あとで住所だけ教えてくれ。やめろよ。個人情報はご主人様復活いたしました。さようさようさよう。して今カラバンをもらった者たち、我らの姿あるけども、どうじゃ甲冑かっこよくないか。かっこいいと思うの拍手じゃ。自画自賛かもしれませんけども、やはり我ら戦国武将といえば甲冑でございます。と甲冑というのは我らの個性でもありまして、例えばこの兜の方に愛と書かれたものでございました。わしの友の長い金さよ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 。他に拙者であれば長いこの三角のようなさようにございます。そのようなもの、数々の自分自身のお気に入りの場所というのがあると思うんですが、家にここにおられる前田家の方々にも、例えば刑事殿、自分の取ったか。ごめん、ちょっと異国のものと交流を深めておった。うん、でぜひそのものにな、自分のお気に入りの甲冑を教えてやれ。わしの好きな甲冑、ここおそうと。でも、グーグーですよ。おお、刑事ではどのような特徴が自分のお気に入りじゃ。ではわしの甲冑の持つのはやはり色が赤うございます。赤いので戦場で目立つ。特にこのような我ら時代は戦が豊かであったのために緑色に映える。あ、ということは敵やおなごがいっぱい寄ってくんじゃよ。おなごまで。おなごいるか。おなごも寄ってくる。話、次おなごといたらもうぶっとります。もうぶっとります。もうぶっとります。もう、ちょっと手が早くてな。すまん。そんな手の早いとしようとは。結構本気でやってしまった。すまん。このようにいろいろござると。いろいろ前だけはあるんですけど、そうじゃそうじゃ。目立つために甲冑は派手な色に立ちます。さよ、目立つために甲冑は派手なためにし、はい、そんな年上様は。お、わしはな、やはりなんといってもこの金色色じゃ。は、これまた目に暴力的なほど眩しい。さよさよ。そしてな、わしかつて兜を、はい、先ほど申した大きな兜をかぶっておったんじゃが、あいだとといってこっちに、愛と書いてある兜があったりするんじゃろ、はい、あの位置にトンボつけとったんじゃ。トンボ。さよ、カチムシでした。トンボはそう、血と申して縁起のいい虫として知られた。ゆえにこういうものをつけておった。例えば他の武将であればなあ、つけとるものもおったりいろいろござったので、はい、そういった我らの甲冑に焦点を合わせて、見てみるとまた新しい発見があるな。さようでございますな。ぜひぜひ皆々興味あらば、我らが日記帳アメーバブログというのをやっておるんじゃ。はい、か、我らはホームページを見てみてくれ、はい、そして、はい、我ら名古屋おもてなし武将隊はな、実はここ尾張名古屋にゆかりのある武将たちで活動いたしておるわけだ。なので皆々には少しでも興味持ってほしいのと、こちらの地を思い出に残してほしいので、これよりはさらに思い出深く残すため写真撮影の時間じゃ。よー、我らの甲冑を写真機に収めよう。ではみんな写真機、そして標砲筒を構えてまいれ。一眼レフなるものですな。さようじゃ。写真撮影されますな。さあでは参ろう。陣笠隊、例のものを用意いたせ。さあ、では我らが送りし言葉こちら。どどん。ようこそ名古屋へ。ようまた人に集約してまいった。ありがとうさんじゃ。これごと取ってくれな。して、ここの民にも大使の言葉がありまする。ひっくり返してどん。バテレン語で Welcome to 名古屋。中国語で刑事殿、ワンリンクワンリンミンクフー。おー、いえ申した。急に目肌息。おお、今なんと良い一日を。おお、これはやはり我らは国際的な、
言葉を取るが姿を落としてくるな。正面より 3つに分けてまいるね。はでは参れ。では参ります。いい三しまいじゃ。続いて日の元のことの葉で三二一しまいじゃ。よし、ありがとうさんじゃ。さあ続いて皆から見て右手側横側の南な入るぞ。目線欲しいやつは手を振れ。あれ少ないな。よし参るぞ。三二一しまいじゃ。ひっくり返し当て連語で参る。スリートゥーワンフィニッシュ。よしさあ果たせたの。左手側の南々参り。さあ手を振れ手を振れ。スリートゥーワンフィニッシュ。ありがとうじゃあ。では最後に日の元の言葉で締め申す。三、二、一、しまいじゃ。皆様ありがとうござった。どうぞる。してこれでしまいじゃないじゃ。マシンカンセ第二だ。いいよ。まだ帰るでないぞ。何をやるかと申すと、我ら武将が3名おるので、こちら好きな諸方の武将を選んでもらい、一組ずつ取ってまいると。はい。あ、さようにございます。こういった時間を設けてまいる。その際には、列を移動いたしたいがゆえに、これよりは、説明に入ってまいるが、まず列を作る際に我らが前にずっとまっすぐここで、この我らがここにおり、ここに3列作ってまいる。そしてその際に優先順位がござる。まずは年を召した者、小さきお子を連れた家族、異国から参りし者、時間のなき者、遠く異国から参りし者、こういった皆を優先的に前にやるように皆も列を作る際に協力いたしてくれ。そしてその際には瓦版欲しかったらな、言ってくれれば配ってまいるで、そちらもぜひぜひ言うてくれの。ということで早速列の移動に入りたいと思うので、一旦立っておる者たちやこちら